キックオフを待っています万博記念競技場です。明神選手、はい、左ふくらはぎ痛から帰ってきました。3試合ぶりの J リーグ出場となります。はい、明神はですね、今日の仕事っていうのは遠藤をね、やっぱりより、はい、あの高い位置で攻撃的に生かすこと、これだと思いますね、うん、はい。そして清水エスパルスもお願いします。はい、11番大前ですか、はい、彼のね、やっぱりドリブル、鋭いドリブルからのチャンス、あるいはシュート、ここを見たいですね。 J1 通算350試合出場という素晴らしい記録を打ち立てました。表彰が行われています。今シーズン初スタメンの高原、J1 通算200試合目の出場です。ちょっとポジション中盤で出るのではないかと。ガンバはこれまで全て前半に失点している、先制点を取られているというリーグ戦です。高木大前が両サイドに張って、ジミー・フランサが真ん中に据えられています。やはり高原は中盤のようですね。そうですね、右サイドから攻めていきます。今度がカバーしました。やはり藤原は高い位置をキープしています。ガンバ大阪です。清水がボールを奪いました。ガンバラフィーニャ、さらには佐藤もプレッシャーをかけます。右サイドバックは河合が入りました。村松一旦下げます。ルーキーです、大卒の選手、そしてベテランの高原、この辺りベテランと若手が融合しています。高原と遠藤が競り合います。今度の縦パスが入った、ラフィーニャです。佐藤が待っている、カルフィンが潰しました。佐藤が追いかけます。明神が激しくいった、しましたね、右足首を抑えながらも明神が激しいプレーをしました。さあラフィーニャ、エリア内に入る、シュートですね、ラフィーニャね。まだガンバです。右サイドバックのカジ、この時ですよね、この時のガンバの守備、左サイド藤原今日は戻ってますね。そして攻撃の中心はこの遠藤、シュートでいきました。滑っている、この辺りもコーナーキックに変わりましたが、本当にね、ピッチの状態を考えたね、はい、うまいシュートですよね。中澤から縦に入る、ワンタッチでカジエ、この辺りはリズムよく回った、カジのグラウンダーのクロス。清水は公式戦ここ5試合4試合で無失点、そのゲームいずれも1対0で勝利しています。はい、どちらがね、このトップの位置でボールを収めることができるか、そういう時間帯だと思います。はい、ミドルシュートを打っていきました。藤ヶ谷キャッチしました。ラフィーナと佐藤、もう一つこうボール触ってないように思うんですよね。はい、入ってないですね、今入りましたね。これが繋がらないですね。はい、寺田が下げる、カジからワンタッチ、明神、ラフィーニャ、明神が今動き出していきましたが、清水ボールになるか、終盤の潰し合い、アレックス激しくいきます。いいキレです。いきます ね、 そうですね、今日のガンバ、はい、すごくね、見たことないプレスかけてますよ。あの明神選手もこれだけ点を取られてるんだから、どんどん前へ積極的に、うん、攻撃的に守備をしなければいけないと。で、今野選手も話していたんですが、ボールホルダーにまずは行くこと、これだけね、ガンバ前からね、追い込んでいくことになればね、今野の良さもね、出てきますよ。はい、コースを呼んでね、インターセプト、それがね、今野の良さなんですよね。はい、ガンバは ACL 戦の後、中1日しか練習する日がなかったんですが、はい、その昨日はボールホルダーへのアプローチの修正を重点的に行ったと話していました。はい、そのあたりは監督からの指示もあったでしょう。この縦パスは中澤が、前半の早い時間帯で点を取られている、そんな傾向が出ています。ワンタッチのパス回しが続いて、ルーズボール、ラフィーネが足を出す、佐藤が収める、一旦戻します。いや、いい形ですよ。寺田ふわりと浮かす、清水も激しいマンツーマンのディフェンスもしています。ファーサイドはヘディングされる、こぼれた、なんとかクリア。もう下がる時もね、やっぱり遠藤との距離がいいですよ。そして寺田が走ってクロスを上げていく、いいボール、カジのヘディング、清水跳ね返します。藤原ワンタッチでふわりと上げる、オフサイドはないぞ、ラフィーニャ、キーパー飛び出した。先
ほど松波監督が佐藤選手に対してもっと裏へ抜け出す動きをしろと指示を出していました。はい、まあ、収めるのも佐藤の大きな仕事ではあるんですが、裏へ抜け出すのもフォワードの仕事。そうですね、はい、明神です。ショートパス、寺田が前を向く、寺田が前を向く、ラフィーニャにスルーパスを出しましたが、今度は遠藤が前を向きます。ラフィーニャからパスを受け取って、再びラフィーニャ、ここ明神です。中盤で回ってる時にね、トップの佐藤の動きがもう一つ欲しいですね。この辺りでアクション欲しいです。はい、来ましたね、動いた、競り合う、これシュートでしょ、竹井、決まった、先制点はガンバ、今シーズン初めて先制点を奪ったガンバ大阪、決めたのは竹井でした。そしてそのシュートの源となったのは佐藤の抜け出しでした。そうですね、佐藤がねボールに対して反応したでしょ、はい、それと同時に武井もねこのボールに反応してるんですよ、これここですよね、はい、ですからね相手がマークする暇なかったですね、もうパスの出しどころは遠藤ですよ、やっぱり。そうですね、佐藤の動き出しを見てましたね、松波監督の指示。清水はやはりサイドを起点に攻めたいですね。それをさせていないガンバという見方もあるかもしれません。そして今度は遠藤、ボランチの位置まで下がると今のような、ね、長いパス狙ってますよ、はい、上がってくるとやっぱりスルーパス狙ってますよね。なるほど、はい、またここも速いプレッシャーから攻撃へという守備を見せました。やはり明神がねバランス取ってますね、はい、遠藤が下がって自分と重なるなと思えば明神は上がってますよね。また裏に走っています。今度は武井です。先制ゴール、いや藤原が来ましたね、藤原、中澤、明神が落とす、寺田です。ラフィーニャワンタッチで明神が高い位置、藤原が走っている、河合が守備に回ります。藤原クロスグラウンドがラフィーニャには届きませんでした。明神のね運動量がね前半からかなり上がってますね。前半25分、守るだけじゃないんですよね明神は、はい、前にも出ていきますから ね飛び出しも何度かありましたね。来ましたね、スが出る、佐藤抜く、止める、 PK、 イエローカードが出ました。1点目もねそうだったんですけど、この佐藤の動き出し、はい、これはいいですね、早いですね、はい、佐藤が先にボールを触ってるだけにね、はい、でこれは仕方がないかなと。なるほど、止めた、林止めた、詰めた、2点目ガンバ、一旦止めました、しかし詰めた、ラフィーニャが詰めました、ガンバ2点目。でこれ、ね、見ましょう、はい、ラフィーニャこれやっぱ止められた後ね落ち着いてましたよね、ここですよね、やはりこの辺り詰めてますね、ガンバ大阪の守備ね、はい、パスミスを生みます、まあ、それと藤原にしてもね、カジにしてもポジションいいですよ。またガンバのチャンスになる、寺田が上がっています、その寺田へ中に切り込んでくる、ちょっとガンバの攻撃が脅威になっています。ガンバのリズムになってきてますね、はい、中盤の明神、遠藤、そしてですね武井、倉田がですね、はい、本当にうまくポジションチェンジをしながらね攻めてると思うんですよね。特にね明神よりも遠藤をね捕まえるのにこれ手こずってると思いますよ。攻めのパターンというよりかはいろんなパターンがあるので、ちょっと清水も対応するのが難しそうに見えます。そうですね、まあ2点取ってからラフィーニャもかなり下がってきてね、ボールを触ろうとしてますからね、はい、余計清水にとっては厄介ですね。高木が待っていますが、それを使わずにアレックスへ2人で囲みます。明神、カジ、明神ですよ、ベテラン2人、明神激しいガンバボール、アレックスは今何もできませんでした。高原がもうちょっとですねフランサの近くでプレーすることがあれば清水もチャンスが出てくると思いますね、はい、ガンバのね守備の体型が崩れないですよ ね、 そうですね、ボールは動いてるんですけどね、高いボールが入った、藤原がカバーしました。ここへの押し上げがねないですね、清水ね、遠藤からの縦パスがラフィーニャに入る、
佐藤がいる。まだちょっとゴール前少ないですよ。武井が走り込んできました。その武井のところにボールが行きます。右へ梶、この辺りのタイミングはさすが元日本代表。クロスいいボール、キーパー出ました林です。清水はね、ここからの仕掛けのボールをどうするかですよね。かわいい、この前ボールの動きにね、ガンバがきちっとこれついていってますよね。そうですね、生地、ね、前向く、ここはいいボールが上がりそうだ。飛び込んでいったが当たりませんでした。ボールの出所をフリーにすると今のようにね、いいボールが入りますね。ここですよね、ここで、はい、ここで寄せないといけないですね、はい。逆に清水はここは決めとかないとね、はい、清水はね、もう一つねゴール前の人数かけたいですね。また早いタイミングでクロス、いい記事からジミー・フランサー2度目です。さあ清水はここからですよ。縦に行く、まだ行く、藤原ストリッチ頑張った。あ、寺田ですね。寺田が守備に回っていました。いや頑張りましたね寺田ね。ジミー・フランサーボールキープ、スルーパスは出させません。あ、今度もらしい守備をしました。ラフィーナキープするがカルフィンが対応しました。まあ、本当にね今日ボールギア両中とも激しいですね、ここもね行きますねラフィーナね。旗上がりました、ファウルになりましたけども、こういうプレーがディフェンス陣に勇気を与えるというか。そうですね、後ろからもう見てるとすごく助かりますよね、はい、ボールに寄せてくれるプレーっていうのはね、左へ展開、いい機勢でしょ、はい、ここでやっぱりきちっと仕事ができないとガンバのね速攻になってしまうんですね、もう両サイドこれ上がりっぱなしですからね、ガンバは両サイドも攻め放題ですよ、ボール奪うと。まあ前半のうちに1点は返したいという清水。うーん、攻め疲れですね清水は。でガンバのねこの最終ラインとその一つ前のね遠藤、明治、寺田、武井というのはね、このうまくブロック作ってますよね。右の梶が上がると藤原はね上がってないですよ、はい。でこの激しいチェック、この辺りも改善点、明治が前を向きます。藤原、寺田、ワンツーを使ってきました。ここで取られた、はい、大丈夫です、明治がいてますから。あ、確かにカバーに入っています。この辺りのサイドの展開が非常に早いのが清水です。清水はここから早く、それをね今日はね寺田が守備でも、やらさないですよねガンバ。ここでファールをもらいました。右へ左へという寺田です。守備に走ります。ガンバのベテランとね若手がねうまくね融合してますね、はい、遠藤明神がねこれ上がった時にはね寺田武井がね必ず絞って残ってるとかね、はい、そういうコンビネーションできてますよ、はい、ラフィーナシュート。この武井守備に攻撃に、明神も前に出ることもありました前半のガンバです。清水も激しく行きますがルーズボールガンバです。寺田スルーパスが出る。この位置に遠藤です。藤原のクロスにラフィーニャの手前、右サイドは空いています。ここはね1対1勝負してもらいたいですね、はい、清水可愛いです。クロスを上げてきた、まだパスは回すがエリア内には入れない清水。最後シュートまで行きませんでした、攻めきれなかった清水、前半最後の攻撃でした。前半無失点で切り抜けたガンバ大阪のディフェンス、これは今シーズン初めてのことです。明神が入ることによってねこれだけチームが変わるのかと、はい、いうことですよね。石毛が入りました、 J リーグデビューの石毛です。後半が始まりました。後半小野伸二投入してきました。そうですね、はい、やはり前半高原の仕事の量がねちょっと少なかったのでそこ小野が入ってきましたね、はい、そして大前のところへは石毛ですよね。石毛秀樹はユース出身、先月プロ契約したという17歳です。大前に代わって17歳の石毛が入りました。その石毛が走り出す中で待っている、高木が走る、チャンスになる、クロス跳ね返したのは近藤。ジミーフランサー、ジミーフランサー、明神クリアです。この辺りのカバーも
明神のプレーの象徴ともいえます。改めてですが小野伸二の特徴、山野さん教えてください。やはり決定的なパスを出すことでしょうね、はい、それと体の向きとは違う方向へパスが出てきますからね、はい、それが特徴ですね。今度はガンバがワンタッチ、高さを使うラフィーニャと佐藤のワンタッチの交換、武井も入ってきているぞ、カルフィンが抑えました。この辺りは技のあるところを見せました。炎の展開、この展開ですね、本当に足を滑らした、見せてくれますね、はい、フランサの落としも良かったですよ。ラフィーナが走っている、相手は前がかりになる、そのカウンターも狙っていけ、いいクロス入る、体をぶつけ合いました、今野が倒れた。本当にねレポートの通りね、清水前がかりですよ、はい、小野伸二が来てますからね。そうですね。そして松波監督、最後に球際厳しくしっかり対応していくようにと話していました。はい、小野です、右へ展開していきます。かわいい、キーパーとディフェンスラインの間にクロス、まだ清水ボールキープ、ミドルシュートになります。体を張ります、ガンバです。遠藤が呼んでましたね、ーコースを、早い攻撃になるか、村松がボールを奪いました。遠藤のパスに佐藤、ラフィーネが待っています。2人囲む清水です、一旦下げます、遠藤から藤原、もう一度遠藤、2点リードのガンバ大阪です。明神、明神の縦パス、高野さん、この時ですよ、はい、この時、はい、藤原のね、絞りが速くなってますね、なるほど、はい、いいですね。藤原はきっちりディフェンスラインに加わっています、はい、ここはガンバボールになりました。明神のパス、明神の声が今聞こえてくるようでした。イエローカードが出ました。前半の15分で1点取るという激しい劇が後飛監督から飛びました。あと6分少々となっています。小野が、ね、上がってくると明神が捕まえるような感じになってくるんですよね、これ今小野対明神です ね、 ですね、この場面は小野が前線に走っていました。なんとか得点に絡もうという小野伸二です、はいはい、これを狙ってると思いますよ。石毛が競り合って来ましたね、小野からの縦パス、ジミーフランサのところ、藤原です、いや巻いてきた、明神のクリアでした。後半のこれから12分になろうというところ、またジミーフランサを走らせる武井です。ラフィーニャ、この当たりは清水激しいノーファール、この潰しがね清水の売りですよね。村松が自分で行く、高木です、すぐクロス、これが収まる、ミドルシュート、明神が生き地、少し中に入っています、突破していく、さすがに無理でした。このボールをきちっとねガンバがつなぐことできると、ループ気味にシュート狙っていきました。インテリジェンスあふれるプレーでした、小野伸二。完全にガンバのラフィーナのところ、佐藤のところへのマークはもう厳しくなってますよね。さあ後半の15分が経過しました。ガンバは無失点で切り抜けました。清水は1点差にできていません。ヘイボール、ジミーフランサ落とす、ワンタッチフリー、わずかに左、小野のねこのポストプレー良かったですよ。このプレーです、アウトサイド、はい、ここで倉田が起用されました。両選手ともに手を叩いて入れ替わります。両者ともにガンバのジュニアユース出身で、武者修行に他のクラブに行って今シーズン帰ってきた選手、倉田修が入りました、はい、こういう使い方もね松波監督なんかこうベテランのような使い方しますね、2人をねこう競い合わすようなね、はい、感じですよね。前半寺田動き回りました。そういった意味での、ね、疲労度もあるでしょうし、ね、遠藤からの動きます、ガンバ勝ち、右サイド倉田が飛び込む、林を抑えました。倉田は ACL でのゴールもありました。その倉田、今野が出てきます、ラフィーネに入る遠藤、そして右サイドへ、ここは清水が許しませんでした。逆襲左サイド、
中澤ですよね、はい、いいカバーですね、はい、この辺り山野さんがキックオフの前からおっしゃっていた誰かが上がった時に誰がカバーするか、ね、このポジション取りですよね、はい、それとラインの高さですよね、はい、今日のガンバの最終ライン高く保ってますよ ね、 そうですね。ラフィーニャ選手に代わりミッドフィルダー25番阿部博之選手が入ります。はい、前節の川崎フロンターレ戦では途中から入って J リーグ初ゴール、それも決勝ゴールを挙げたという阿部博之が入りました。蹴れ込んでいきます、川井です。本来はミッドフィルダー、ガンバの守備安定しています。遠藤です。つながりましたね、はい、縦パス一気、阿部博之が走る、キーパー出た、ナイスキーパー、押し上げているからこそ林もポジションを高い位置に置いていました。林の、ね、今のポジションは最高でしたね、はい、まあ、ちょっと清水から言うとですね、フランサーのところへボールが入らなくなりましたね、はい、ガンバは裏を狙おうという長いパスになりました。佐藤です。倉田です。ミドルシュート、左に外れました。2点を追う清水、いい記事のクロス、正確に飛び込んだ、これですよ、触ることはできませんでした。久々のサイド攻撃でした、はい、抜け出そうという藤原ですが清水がカバーしました。ここもつなぎます。明神カット、明神です、ね、読みというね大きな力があります。明神です。高木縦に行く、左足のクロス、中は固めていますガンバです。中澤がコースを読んでますね、はい、縦パス走ったがオフサイドの旗が上がっています。明神から阿部というラインでした。ここ明神が触りました、阿部です。走り出す倉田と、さあカウントに出た、オフサイドのライン、1対1、村上左、試合を決定づける3点目ならず、清水は助かりました。このね決定的な場面、それもね3点目を外したガンバ、これがどうなるかですよ。クロス上がった、が中には1人、藤ヶ谷が抑えました。ガンバがこうバイタルエリアに来るとマンツーマンで守っているからような、そんな守備も見せています。そうですね、本当にあの両サイドの最終ラインのね、はい、両サイドのこの中への絞り込みも今日いいですよね、はい、そしてその一つ前のミッドフィルダーとの距離感、はい、これもねもういい守備のねブロック作ってますよね、中盤ボール回します。この辺りがこう円熟したガンバ大阪のサッカーです。阿部博之のパス、右からクロス、まだ上げない、カジノ左足こぼれます。そう、またラフィーネが押し込むという2ゴール目、ガンバがリードしています。今度がね一番後ろから来てますからね、はい、ヘディング、決めた、3点目は佐藤、リーグ3戦連発の佐藤、コーナーキックからヘディングで決めました。ガンバ大阪大きな3点目、高さが行きました。そうですね、このねゴールもやっぱりいいですよね、一つ壁を越えて落ちてきますからね。川井ワンタッチ、倉田が抑えました、明神です。今両チームとも最後の交代を用意しています。はい、阿部博之、阿部博之、わずかに右、頭を抱えました。ワード14番伊藤翔選手が入ります。そしてガンバはフォワード37番イ・スンヨル選手が入ります。佐藤に代わります。貴重な3点目を取った佐藤がここで下がりました。組織がこう右サイドバックをケアするような形、ただ高い位置は保っています。この石毛17歳、ショートパスでつなぐ、伊藤翔ミドルシュート、藤ヶ谷止めた、いきなり見せてくれますね、来ましたね、ヒール武井、阿部奪いました、清水です。またガンバボール、倉田、
フレッシュな選手が非常に多いです。攻撃的なガンバ、藤原下げます。倉田です。この辺りは呼吸が合っています。左サイドアレックスから小野伸二、いいパスが出ますね。ここ1対1勝負ですよ。高木対カジ下げます。前向くクロスが入る。今度がケア。本当にね、攻撃の形は悪くないんですけどね、はい、ガンバがね最終ラインで跳ね返してますよ、ファーサイド折り返す。キーパー止めた藤ヶ谷。今野がここまで出ました。こういう積極的な守備も今野らしい一面です、はい、そうですね。ディフェンスラインからね早めに相手のフリマをチェックしに行く、こういうところもね今野の特徴なんですよね。はい、カジにしても藤原にしても、はい、もうこういう時には必ず一人帰ってますからね。はい、まあ、今こうやってキーパーと阿部が今頑張っていましたが、こういう時も藤原がきっちりディフェンスラインに戻って伊藤翔をマークしています。ここまで清水もうまいこといかないかと思っているでしょう。いや、小鳥監督がもうピッチラインギリギリまで出ています。伊藤翔5連勝している清水ですからね、やっぱりかなりの勢い持ってきたんですけど ね、 そうですね。今日はちょっとその両サイドの、ね、攻撃も見られなかったですよね。いや本当にねガンバ守備の意識今日高いですよ。はい、ジミーフランサを追い越していくのは高木です。クロス上げさせません。この辺りも倉田も守備の意識高い。武井今日先制ゴール、そして起点になっている遠藤から藤原へ、中には阿部博之、倉田もいる。そこには渡りませんでした。よく戻りました清水です。もう一つ持ち込めばねシュートもあったと思うんですよね。はあ、そっちの方がね相手にとっては怖いですよね。今度は遠藤よく見てますね。一旦マイナスへ阿部のシュート。右足左足両方蹴れるのが僕の持ち味ですと話してくれました。ここでね持ち直すとねキーパーも分かったんですけどね、今のタイミングで打たれるとキーパーどうしようもないですよね。ボレーシュートですからね。しかも枠いってますよ。遠藤のコーナーキック、ゴールに向かっていきましたが手前のサイドネットに当たりました。さあ清水抜け出す。高木倒れた。いい位置でフリーキックもらった。ガンバは今シーズン無失点でゲームを終えていません。池地が蹴ってきた。最後蹴ったのは小野ではありませんでした。そして小野のクロス、セリアン決めた。清水1点。ここでゲーム終わりました。ガンバ大阪、ガンバらしいサッカーを存分に見せつけてリーグ戦連勝です。3対1好調清水を下しました。ガンバの守備の意識、これがね今日は素晴らしかった。特に帰ってきた明神中心に守備も攻撃もバランスよくなったというふうに思います。キャプテン明神戻ってきました。これが J1 通算433試合目。ガンバにこう勇気だったり闘魂であったり、そんな気持ちの部分注入したようにも見えました。敗れた清水は公式戦連勝が5で止まっています。清水はサイド攻撃からの、そこからの2人目3人目の動きがなかった、そんなところですかね。そうですね、本当に後半小野が出てきてねサイドへの展開はあったんですけど、そこからの仕掛けがねうまくいかなかった、はい、ここが問題だと思いますね。はい、ガンバ大阪対清水エスパルスの一戦は3対1でガンバ大阪が勝利しています。この放送は万博記念競技場よりお送りしています。